はい、皆さんこんにちは、石野花宝です。今回は講義前編ということで陸潮解消についてやっていきたいと思います。じゃあ皆さん、まずこちらの映像をご覧ください。皆さん、陸潮解消っていうとどんなイメージを持っていますか？初めての方は今流している陸潮解消の資料を見てパッと見の印象を教えてください。普段の解消課題とかと比較してもらえると、こういうイメージなのかな、陸潮解消ってっていうような特徴的な部分が見えてくるかもしれないです。とにかく線が強い。本当ですよね。やっぱこう石にこう彫ってあるからなんでしょうかね。刀で彫る感じのくぼみっていうか、そこの奥行き感がちゃんと書に出てくるような、そういう力強さっていうのを感じるみたいな。迫力がある、みなぎる力みたいな、力強い癖のある字。確かにこれ癖あるかもしんない。言われてみれば素直な線とか美しい線とかっていう風にあんまならないですよね。硬い。確かにこうなんかガチってこう角張ってる感やばいっすよね。哲学が深く。そうなんですよ。本当にこれ陸潮解消といえば、転接の部分がすごい力強く見せようっていう転接の形をしていますよね。迫ってくるようで少し怖い、おごそかさありますよね。確かに全員正解です。まあ私がまとめると、見た目がカチッとしてて角張ってる感じ、撫で型っていうよりは全部怒り型のイメージですよね。で、右上がりの具合は古典によって様々なのでいろいろあるなっていう感じなんですけど、とにかく角張ってて力強いっていうところは造造記、この陸潮解消に共通する部分なんじゃないかなと思います。で、この力強くて堂々とした、よく言われるのは勇敢さ、その厳かさも備えてるし力強さも備えてる、全部意味を含めて勇敢さがあるっていう風によく表現されたりします。あとは刀で彫ったシャープさもあったりとかするんですけど、実はこのシャープさっていうのも全部ではなくって、まろやかなものもあるし、ザクッとも本当に刀で彫ったような鋭いのもあるよっていう感じですよね。陸潮解消といっても今流してるようにいろんな書風があったりします。迫ってくるものもあるし、魅力的に感じやすい書体っていうこともあって、初心者から上級者の方まで本当にのめり込みやすいジャンルの、書体かなというふうに思います。こう書くときにざっくり腕を震える感じとかもやってみるとハマりやすいですし、アートに近い感覚で学べるっていうか、なので普段解消苦手な方もいつもよりおおらかな気分で取り組めると思うんで、ぜひやってみてください。じゃあ次、みんなに質問。実際こういう刀で彫ったような解消を学ぶことによって、自分にとってどんなプラスの影響があると思いますか？損傷性造造記、これを一生懸命練習した先にどんなメリットが待っているでしょうか？想像してみてください。線の力強さ、そうですよね、気筆とか収筆とかすごい角張ってるし、そこの力強さが習得できるっていうことですよね。線質の部分が磨かれるっていうのがメリットとしてあります。筆圧が強くなるとか筆圧強くなりたくないですけど、なるかもしれないから気をつけないといけないですね。気筆のキレ、そうです、その通り。穂先が使えるようになる、その通りです。気筆のバネを会得しやすくなるっていうことなんです。筆ってこういう風に穂先柔らかいですけれども、この流紋造造記とかやることによって気筆のバネ感が分かるようになるので、穂先が扱えるようになる。だから初心者の方にこそ割とおすすめしたい古典かなという風に思います。強さの中にも強弱や線の面白さを意識して持たせる必要があるのを練習して感じました。めちゃめちゃ上級者のコメントです。この念っていう字見ていただけると分かるように、最初の横画と2本目の横画と3本目の横画全部表情を変えてるんですけど、1、2本目は割とマイルドな線で描いてるのに対して、3本目の横画は造造記を学んだ人だからこその切れ味が備わってるっていうところで、普段解消課題書く人とかも流紋造造記をやっておくと、こういうマイルドな線と切れのある線を混ぜたメリハリのある解消が書けるようになるっていう、そういうメリットがあると思います。四平行だけ経験しましたが、気筆が難しい。ほんとそうですよね。四平行も楽しいです。すごい太い線で勇敢さが引き立ててますもんね、あの古典も。後編で四平行とこちらの損傷性造造記は比較して、また筆法とかもお見せしたいなと思っています。で、陸潮解消もほんといろんな古典が存在しますし、何から手つけていいのかっていうのはみんなも迷うと思うんで、今回は初心者でも習いやすい損傷性造造記をピックアップしてみました。関東特集と古典課題は損傷性造造記のことのみ触
触れてるんですけど、今日は古典の特徴とかそういう細かいことじゃなくって大きい括りで学んでいきたいと思います。陸上楷書って何ってもし誰かに聞かれたら何て答えますか？陸上楷書ってこういう風に力強いんだよとか、造作記ってこういう風に角張ってるんだよとか、そういう答えじゃなくって、陸上楷書は何を指すか、造作記は何を指すのかっていうのを明確に説明できますか？これほとんどの方がノーだと思うんですよ。陸上楷書とか造作記ってなんとなくこうだろうっていうのもあっても、ちゃんと意味を把握してないまま書道を続けてる方が結構多いような印象だったので、まず陸上楷書について何なのかっていうのを説明していきたいと思います。で、陸上楷書とは何かっていうのをしっかり説明できるようになるには、魏晋南北朝時代の流れをしっかり把握しておくことが不可欠になります。まあ、時代背景を知らなくっても、もちろん字自体は書けるんですよ。覚えなくてもいいんですけど、曖昧なまま陸上楷書を学ぶよりは、しっかり陸上楷書っていうものが何なのかっていうのをはっきりさせておいた方が今後学びやすいかなと思ったんで、基本中の基本、ここからやっていきます。まずこちらの年表を簡単に解説していきますね。難しいと思ったらやっぱどうしても難しく感じちゃうので、簡単なものだと思って聞いていただければと思います。まず左、五感がなくなって中国は3つの国、魏、蜀、呉に分かれました。そして一番上の列、魏の後精神っていうのが出てくると思うんですけど、この魏、呉、蜀の三国の後は秦という国ができます。で、この秦という国が蜀と呉を滅ぼして中国を一旦まとめます。一つの国になります。でもすぐまた混乱があって、秦もすぐになくなっちゃうんですね。で、その後北方とか西方から5つの異民族がわーって流入してきて、小さな政権が16個もできた。これが五胡十六国時代というものです。この五胡十六国時代、16の政権のうちの一つであった北魏という国が華北全部をまとめて統一しました。北魏はその後東魏と西魏にまた分かれて、さらに西魏が北州に変わって、東魏が北西に変わってっていう風に分裂していく。で、これらの国々を全部合わせて北朝っていう風に言うんですよ。北魏の時代から北州、北西まで全部含めて北朝という風に言います。ちょっと難しいですよね。まあでもへーって感じで聞き流していただければ大丈夫です。で、次、下の方です。赤い文字で書いてある国の名前を見ていてください。一番下の列解説していきます。河南では異民族の政権はできず、精神が滅びてからですね、異民族の政権はできずに、南に逃げた秦の王族が東秦を起こしました。あの有名な王羲之が生きた時代です。東秦時代、東秦を滅ぼしたのは宋という国ですね。宋っていうのは後にも同じ漢字で宋っていう時代が来るんですよ。これはだから南朝の宋っていう風に言ったりします、区別するために。で、それから清、涼、陳と続いて、これらをまとめて南朝というふうに呼びます。宋の時代から秦の時代までを南朝というふうに呼びます。まあ、これも特に暗記の必要はないです。最終的に北州が隋に変わって、南朝最後の秦を滅ぼして中国は再び統一されて、589年のことですね。五漢の滅亡から隋の統一までの370年間、今年表に起こしているこの時代のことを大分裂時代というふうに呼んでいます。で、今の解説からもわかるように、陸朝っていうのはもともとは中国の6つの王朝っていう意味で、この三国の五、222年から始まった五の時代、それから東秦、宋、清、涼、陳、この6つの王朝のことを陸朝って本来は呼びます。この6つはすべて都が現在の南京にありましたから、一つ続きのものと考えて陸朝っていう風に言ってるんですね。赤文字のところだけを本来は陸朝という風に言います。ただし文化の歴史上では3世紀初め、220年頃から6世紀終わり、589年頃までの時代を指す言葉として陸朝が使われていて、南朝の政権であるこの赤い文字の呉、東秦、南朝の宋、清、それから両陳ですね、この6つの政権に注目しているというよりは、北朝のこの国々も含めて陸朝時代、陸朝文化と呼ぶことがあるんです。
これは受験とかではありえない話。通常はこの時期を指すんだったら、魏晋南北朝時代っていうのが一番一般的なんです。ところが書道史などでは陸朝という言い方の方が浸透している北朝の北魏時代にこの独特の書風が生まれたんですけど、このことを陸朝楷書って呼んじゃってるんですね。この矛盾に皆さん気づきますか？陸朝ってもともとは呉、東、晋、宋、清、梁、陳、この6つを陸朝って呼んでるんだけど、南朝とか置いといて北朝の北魏の時代のものだけを指して私たちは陸朝楷書って呼んじゃってるわけです。中国ではもちろん北朝の政権に注目して魏楷って普通に言ってます。北魏の楷書とか魏楷とかっていうのが中国では普通なんです。陸朝楷書って言って北魏の書を指すのは違和感があるというか、あ、日本独特なんだなって思ってもらえたらなというふうに思います。つまり陸朝楷書というのは北朝の北魏時代に発達した独特の楷書体のことを言います。王羲之の時代のものも含めて全部その時代の楷書のことを陸朝楷書って思いがちなんだけど、王羲之が書いた楷書は陸朝楷書とは言わないし、陸朝楷書ってあくまで北魏の時代の書のことなので、ここをしっかりと押さえておきましょう。すごい重要な話でした。今の難解だったけど、私はこれをみんなに伝えたかった理由が分かりましたか？中国のサイトとかで陸朝楷書調べたいと思って調べても出てこないですよ。だって北朝の政権のものですから。日本のサイト以外でこのことについて詳しく調べるんだったら、魏楷というふうに調べていただければちゃんと調べることができます。よくわかりました。ありがとうございます。なんかね、講義でこういう難しい話をするのって私もちょっと気が引ける部分はあるんですけれども、やっぱりとっても大事なことで、日本人のほとんどが分かってないことだったので、今回はしっかり解説させていただきました。多分もう皆さんの地域の中で皆さんが一番陸朝楷書について詳しくなりました、今日で。じゃあ次、造造記とは何かっていうのを説明していきたいと思います。私の書道学校、書道で人生を豊かに。